だからなんでこいつは半立ちで近づいてくんねん。そうなんですよ。気持ち悪いわけ。親父親父って半立ちで近づいてくる。何やねんお前。そういうのじゃないの。本当に思うの。そうそう思い出したんですけど、はい、その僧侶と何だっけ、うん、なんか城、うん、あるじゃないですか、はい、あれってどれ差が分かんなくて、はい、どれぐらいが平均かみたいな。そうなんですよね。これは具体的な数字って一応第3回の泌尿器学会みたいなところでは定義づけられてましたけども、うん、まあ相手が早いと思ったら早漏だし、相手が長いと言ったらそれは治療なのかなって僕は思いますね。だから具体的に何分以上何分以下ってそういうのはない。あ、僕バラバラなんですよ。早漏の時もあれば治療の時もあればみたいな、まあ、それは興奮具合によるんじゃないですか。バラバラってどういうこと。だから早く行っちゃう時もあるし、うん、全然出ない時もある。早い時どれぐらいで行くんですか。でも本当に入れただけで あやべえこれ行っちゃいそうになっちゃうみたいな。ああ興奮しててそうなりますよね。なりますよね。 あと、うん、あそこが臭い人って、うん、ガチで性病なのかなみたいな。あ、そう、匂いの種類にもよると思いますよ。はいはいはい。で、そのアミン臭と言われる、その魚の腐ったような匂いっていうのは、まあ、細菌性窒息症とか、窒炎とかになってるかもしれないですし、まあ、マイコプラズマ、ウレアプラズマとか、海が出てたら、リンビオとかクラミジアとか取り込むなすといろいろあると思う。はいはいはい。まあ一概には言えないですよね。うん。だからそう自分が無理っていう匂いの人はなんかマッチングがあるっていうよ。マッチングそうですね、うん。でもこの匂いがとってもいいって感じる人もいるらしいから、嫌と思う人とはもう遺伝子のタイプが合ってないんじゃない。なるほどね。うん、まあ膣炎とかそういうのじゃなければ。じゃなければそう。うん、だから脇がっぽい匂いのする人っているじゃないですか。はい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 、はい。そうかとか漫画とか言われますよね。うん、まあ、あれが好きかどうかっていうのは今麻生先生が言ったように、ね、嫌だったらまあ合わないかもしれないですよね、匂い的に。あ、うん、まあ、でも匂いがする人とはしない方がいいと思います、ね、しない方がいいんや、うんうん、あれってやっぱ舐めた方がいいんですか。僕基本舐めないように生きてるんですけど。悪にはした方がいいかどうか、はい、僕は絶対にした方がいいと思います。なんかすごい嫌がる子もいるじゃないですか。あ、それは臭いからみたいな。お風呂入ったらいいんじゃないか。うん、その嫌な理由っていうの、嫌な理由を潰す、そうそう、取り除いていってあげるってのは大事ですよ、ね、あ、だからもうここに何か舐められたことにすごい嫌な思い出があってとか精神的なものだったらそれ舐めなくていいと思うんですけど、基本はやっぱ舐めた方が気持ちいいです。もう気持ちいいですし、相手も舐めてくれたっていう喜びと。でもね、やっぱり不特定多数だと、うん、もう性病のリスクが高まりますよね。あ、うん、やっぱ舐めない方がいい。誰でも彼でも舐めたらダメかなと思いますね。うん、そこちょっとむずいな。咽頭クラミジアっていうのは何であるかというと、クラミジアの人を舐めるから咽頭クラミジアになって、うん、それがまたキッシングディジーズでまた別の方に移すとかあるので、うん、そうやね、俺の場合舐めない方がいいね。そんなにやばい人でやってる。ハイカーなのに咽頭クラミジアとかちょっとだいぶダサいよね。ダサいで、あれ港区女子が言ってたけど、舐めてくれない男は最低って言ってたな。大抵女性の中でこういう男最低だよねの筆頭格、すぐ舐めさせて相手は苦にしてくれない、うん、って言います、ね、言いますよね。あと手間強いとかすぐ生でやらないやりたがるとか、うん、生がいいですけど、まあそこは相手がいいって言うんだったらいいんでしょうけど、ね、今だって子供できたら困るわけだからさ、まあ、外に出してもいいんじゃない。いいね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 。どうすんの、あの学校は子供できたら。それは親父に相談。なんで俺が育てなきゃいけないの。子供を、孫ですかね、孫みたいなのが出てくる。息子の息子。いやいや、それは勘弁してください。やるなとは言ってない、俺はさ。うん、やれとは言うよね。やれとも言ってないけど、うん、まあ、否認をちゃんとしてやってねっていう。確かに。責任が取れ。でも、ゴムって高いんですよ。いやいや、ちょっと待って。金持ちの。そうそう。ねえ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 。確かに。いや、でも高いんですよ。200円以下で買えますよ、1個。うん、まあ、そうですね。うん、ゴムつけてると、逆に行きづらいんですよ。うんなんか、うんうん、分厚いとかなんかいろいろあるじゃないですか。
それだから生きづらいって思っちゃうから、そうそう、ああそういうことか、思ってるし、なんでゴムかよって思ってるところがあるんで、はい、今はね逆にねゴムつけることによってプラス1の効果があるゴムあるんですよ。例えばこのおちんちんにつけることによってちょっとデコボコがあるから女性がこうちょっと気持ちよくなる、あそんなゴムあるんですか、とか HIV ウイルスとヘルペスウイルスをこう少なくするゼリーのついたリスクを下げるゴムとか、いろんなゴムが開発されてるんで、すごっ、で何よりも信用がお互いにできてくるとまたね心が開くんでまたいいセックスになっていくし、やっぱ、ね、つけてって言われる前につけてる方が男としてはかっこいいと思うな。確か、うん、なるほど。でも僕ゴムたまに入んないんですよ。自慢、そんな自慢は良くない。おがいます。いや大きいっていうより太いんですよ。多分。ああ。えどれぐらいですか？え多分え付き人大きいよね。まあ大きい。そんなの全国的に違う。付き人ってそこは付き人さんなんですか？まあまあ友達兼付き人。へえ。あでもねサイズもいろいろとあるんで、はい、日本でもね SM LL までありますから。あサイズあるんですか？サイズありますね。ただね本当に、ね、缶コーヒーみたいに大きい人いるんですけど、そういう人は悩み深いですね。合うゴムも本当に日本製ではないですし、女性に入れる時も大変ですしね。それでゼリー使えばいいんでしょうけどね。なるほど。親父より大きいんかな、うん、俺って。そんな話は YouTube で、ね、ちょっと気になるな。いや形も似てるんですかね。分かんないし見たことない。僕温泉で僕通常がもうこれなんですよ。通常みんななんか縮むじゃないですか、うん、僕ずっとこれなんですよ、うん、あいいじゃないですか。そういえばそうやね。そうだからなんでこいつは半立ちで近づいてくんねん。そうなんですよ。気持ち悪いわけ。いや結構そんな大きいんだ。お父さん、あなんか親父親父って半立ちで近づいてくるお前に何ついてよみたいな。何やねお前って。そういうのじゃないの本当に。思うなんですよ。あれやめてよ。いや怖いよ。恐怖心すら覚えるよ俺は。いやわざとじゃない。わざとじゃない、うん、なんでこいつ興奮してんのやろ。それなんだ。立ったらこうなんですよ。張り付くんだ、はい、いいなこうピタって。そうピタッピチャーンみたいな。いやもうこれよく言いますもんね、うん、10代20代30代40代50代って、はい、もうこれだ。そうなんですよね。そこの人体切ってあげようか。こうなるよ。いやいやいやあかんやろ。あじゃあ質問いきます。はい。なんか多分可愛い子モデルさんとかすごい AV 女優とかやっぱレベル高いじゃないですか。はいはいはい。やっぱりそのレベル高い子ってやっぱどうなんですか。そのレベル低いって言い方悪いですけど、まあ普通の方たちの生きやすさってやっぱむずいんですかね。その。ああもうそれはもう本当個人によります。うん、ああ。すごい綺麗な人でも生きやすいとか、やっぱ性のこと好きでずっと昔からオナニーしてる人もいるし。じゃあもう完璧にいけちゃう。一番早かったのはやっぱ AV の撮影前って男優も女優もシャワー浴びるんですけど、はいはい、シャワー浴びてたらえかーって聞こえたんです。えでえなんか誰かなんかやってなかったって言ったらもうシャワーとかってえっ本当にえもうそういう病気の人いるよ、まあ、いるんや、うん、タンポン入れるだけでもいけるって言ってましたから。あそういう人もいます。なるほど、ね、僕、うん、すごいねなんか友達に結構童貞の方がいて、うん、結構アテンドするんですけど、はい、10代やから10代で、うん、童貞なんですよ。だからみ、うんながね、うん、で僕ちゃんとその可愛い子、うん、で友達にアテンドしてるのね。エッチ好きな女の子、うん、をこうアテンドするんですけど、うん、もうやれないんですよね。何か知らないですけど。いやもうそれは、はい、匠さん、はい、その友達のことを考えるんだったら、はい、それも逆っすよ。えいやアテンドしちゃったらその同居の人は努力しないじゃないですか。はい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 、はい、やっぱどうやったらコミュニケーション取ってって女の子とそういう関係になれるのかなってこう考えて生きていくから人間成長するのか。はいはいはい、考えてその人に極上の女性ポーン来たらそれはもうダメ人間製造機になっちゃうからもしアテンドするんだったらウグイス谷にデッドボールにいるような方がいいと思うよ。デッドボールって知ってる
の方が世の中の厳しさをね、とか大阪にあるスリーレッドカードとかの方が僕は愛を感じますけどね。可愛い子じゃなくてね。そう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 。でそこで経験積む。そうそう。で最初からそのモデルさんみたいな可愛い子とやっちゃうと、女性に対するこの何ていうの、期待とか妄想がどんどん膨らんでって、次やる女性に前の子はこんなに可愛かったけどなとかいろいろとね物差ししちゃうんで、ああ気持ちよさがなくなっちゃうって。やっぱね、そうそうそう、打席に立ったことない人に剛速球が来ても打てないやん、うん、ちょっとずつちょっとずつ経験をね、素振りをして当てていく経験はやっぱ積ましてあげた方がいいから、うん、そういうことか、ね、そんな当てたなんかしなくていいのよ。あ、よかったんや、うん。まあそんな感じですね、はい、僕が聞きたいことは。いやー、いやめっちゃ聞けてよかったですよ。でも本当、はい、性教育だったのかな、これは。これ、まあ、性教育は必要なかったっていう回になりましたね。そんな心配もなかったって、こいつあのキャラを分かってないね。なぜこの西見健さんを読んだかも分かってないよね。いやいや、ウブなふりしていろいろ聞いてくれる回のはずやったのに、うん、もうこいつの自慢で終わった、ね、いやいや、ウブ楽しかったですよ。いや楽しかったですね。まあいいけど、ちょっと間違えたか。間違えます。まあ、訓にはしろ、訓に、まあ、はい、うん、で訓にはして、なんか定期検診して、してで引っかかったらお父さんにこう薬もらおう、抗生剤もらおう、うん、まあなんかさ、うん、そういう異常があったらさ、すぐ言ってください。お薬ありますから。本当で、港区の性病きついから気をつけても、うんうん。いや本当ね、気をつけないとね、肝炎とかだったら怖いですよ。C 型肝炎とかね。うん、C 型はね、うん、あるんや。A、B はワクチンありますけど、C ないですからね。うん、もう定期検診しましょうよ。そうね。はい、月1回、僕3週間に1回行ってますけど、5分で終わりますよ。あ、5分で終わるんですか。うん。喉を綿棒で。ちょんちょんやって、うん、血を取って、うん、7cc ぐらいかな。え、怖っ。取って、いや、そんなすぐツンってやって、喋ってる間に終わって、で、おしっこして終わる。あ、いいっす。やった方がいいんだ、うん。やった方がいいかもね、君は。ちょっと明日やった方がいいかもね、君はって。定期検診の、動画がバズるかもしれない。あ、ワンチャンそうだね。俺がワンチャン。病気ボーンでプラス出た。嘘やろみたいな。先生のところで、はい、そういう性病の検査ってできるんですか？できます。できます。ああ、できるんですね。なんとかセット、なんとかセットみたいな。そうね、感染症セットっていうのね、うん、あるんで。たくみくんセットみたいなのね。うん、ちょっとぜひ。はい、はい、このチャンネルがいいねと思った方はいいねと、チャンネル登録もお願いします。よろしくね。シミケンさんの回でした。ありがとうございました。楽しかったね。大丈夫でした？わからん。あとは編集で。編集で言うカットします。はい。